はまたクトレでできるものっていうことで道具はあまり使いません。使ってもダンベルは、代わりに、500ミリペットボトルだったりとかしても大丈夫です。で、あのね、ちょっと近所のタクトレ部、なんて名前にしようか。ユーキャンフィットか。ユーキャンフィットか。じゃあちょっと名前つけましょう。私あだ名がユーキャンなのでユーキャンフィット部作ります。で、もしユーキャンフィット次使う、参加する場合、ゴムチューブ準備してくれると、負荷がかかりやすいので、おすすめです。ぜひとも準備していただきたいアイテムの一つですね。これ一つあればお家でのタクトレだいぶボリュームがあるものになります。筋肉つけやすいのでね。よし、じゃあまずはウォーミングアップで体をほぐしながら肩甲骨周りを、まずね、これ肩、今日はもうメインは背中なので背中のウォーミングアップをしながらトレーニングを始めていきます。それでは行きましょう。音楽に合わせてまずウォーミングアップします。
ってる間もいいですね。見た目本当にアーミーさんだけど、はい、次じゃあジャンピングジャンプいきます。ジャンピングジャンプで高速ジャンプいきます。原稿強気じゃないし、さあ40回いきます。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、あと30。
で、2式持っていく、はい、
次ジャンピングタッチします。 OK、 呼吸を整えたら3、2、1、 Let's go。 はい、1、2、3、4、自分のペースでいいよ。7、8、まずは40回。
シュンドプレス、ペットボトル持ってるからペットボトルください。ちょっと曲げて曲げる。肩だよ。肩。
ケー、大丈夫でしょうか。タクトレ始めようって言ってくれてるから、ね、よし、じゃあこれ締めの、すっごいきついよこれ、ちょっと気合い入れて締めのトレーニングいくかな。 OK、 全身運動で最後の最後、よし、ここまでみんな頑張ったので、プランクをして締めで終わりましょう。ん、あ、ごめん、あと2セット、あと1セットだな。これ今2セットずつですけど、時間の問題もあるので、これは3セット、今やったの3セットやります。で、最後の締めに体幹トレーニングします。プランクできる限りの、じゃあ、あなたのベストを目指して、できる限りでいいです。プランクチャレンジいきます。しがちです。だいたいトレーニングやりたいっていう人は、腹筋どうにかしたい、腕どうにかしたい、お尻上げたいをいっぱい聞きますけれども、背中の筋肉見たことがないから何も皆さん言わないんです。でも、じゃあ後ろ向いてくださいって言った時に、一番年齢が出るのは背中です。密かになかなか自分でも見ることがないから、なのでこのトレーニング重点的にやっていくと、おのずとですね、背中後ろ姿美人になれます。この夏に向けてね、お尻にもなりますし、頑張りが一番出るのがお尻とか背中とか見えない部分ですね。手に見える部分は自分でも見えるので、頑張りやすい。見えない部分こそ自分の頑張りが見える場所です、周りから見てね。もし皆さんこのチャレンジしたらね、 You can do it の You can、 ごめんね、見えないね、私の実はあだ名なんです。 You can、 You can、 これ文字逆になるね。 You can fit で、ハッシュタグつけてくれると皆さんの
頑張りが私にも届きますので、ぜひともですね、ハッシュタグ you can、 あなたはできるの you can、ね、にフィットネス FIT つけて、ハッシュタグして皆さんの頑張りぜひとも見せてください。その皆さん応援しております。今日はトレーニング見てくれてありがとうございました。また、次の動画ではですね、腕、女性腹筋の腕のトレーニングしっかりと追い込んで1時間みっちりやっていきたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。お疲れ様。